子猫の地位が始まるよ。うご、前回のお話、首輪をつけられた夜、家を抜け出した地位は俺の後をついて夜の公園にやってきたんだ。そこで野良の子猫と再会したチーは、公園の外にはもっといいとこがあるんだ。もっといいとこ？一緒に公園の外へ飛び出していったんだ。初めての夜の冒険、大丈夫なのかチー？動っ！結局お前も来んのかよ。いいとこってどこ？チー楽しみは。お前チーって言うのか。うん。俺様はこっち。こっち。ついてこい、チー。あ、待ってよ、こっち。あいつどこ行ったんだ。お子ちゃまは知らねえだろうが、夜の街には危険がいっぱいでな。だからよそ見しないで俺様の後をしっかりって。おい待て待て、ちぃ、そいつは虫なんかじゃねえ。俺様のそばを離れんなよ。うん、チーこっちと一緒。ついてこい、もうすぐいいとこだからな。うん、ここいいとこ？遊ぶとこ？何するとこ？ねえねえ、こっち、ねえ。ここじゃねえよ。行くぞ、チー。うん。ピカピカだ。面白い。これだからお子ちゃまは。にゃ。早くしねえと置いてくぞ。次行くぞ。ミガ、何やってんだ。早く降りてこい。ピカピカだ。にゃー。えい。うわ。おもちゃー。
おいじゃねえ、下見ろ下。へっ、にゃー、助けて。バカ、絶対そっから動くなよ。こっち違い。へ、これぐらい当然よ。でもこの後ロースの、ロースこっち。わかんねえよ。計算通りだったな。ちがい、もう一回やろ。やるかバカ。え、どうしたのかしら。サンタさん来たんだ。まずい。待てよ。お餅よかった。お餅よかったじゃねえ。どこ違うの？次行くぞ。いいとこなんて連れてってやんねえよ。もうついてくんな。お家帰れ。じゃあな。帰るぞ。
探したぞ。そら、こっち。またね、こっち。いいとこなんだよ、あそこ。ええ、やつの寝床のようだね。今夜の会は終わったんだ。これが夜の公演さ。子供はまだ来なくていいけどな。あっちの方、ちいこっちと言った。こっちか、小さいが頑張り屋だ。ちい一人で歩く。ああ夜の公演ら。なんだか自信満々な歩き方だな。何？あ、いや。ちいちごいな。よう公園行ってきちゃった。ただいま。あれ、決まってる。家に入れないだって？寒いぞ。早く気づいてもらえ。次回、チー戻る。メリークリスマス、チー。イエーイ。